5.5 ぐらい、うん、あの私が一緒に今日配信せんって言ってお誘いしてるんですけど、うん、今日は帰りにねえねえ一緒に配信しなみたいな言ってきて、えみたいな、珍しいと思って、えいいよってなって、うん、よしよしよってなって、なんか急になんかあざとさ出してきました。私に対していつもは私からなんですけど今日はパゼから来たんですよ、うん、来たんだ、びっくりしちまったぜ、それびっくりだね、びっくり、たまげたたまげた、腰抜かすか思ったわ、なんかかわいいねとか言われたいやなんか違う違う違う、はい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 、みんなと解散した後から急に声が変わりました急に声が変わりました。パセちゃん、うん、パセちゃん今日声が変わったんです、急に、なんか甘々になりましたやからあなたもねになりました一番変わる、いや変わらんよ、そらこのままやけん、ずっと違う、レッスンの時はえとかなんかそのうんパセみたいな、そうなんじゃないし、はい分かりました了解ですみたいな、うん、はい違いますそれみたいな感じなんですけど二人とかパチャーン、違う違う違う、パチャーン、そんな点線何これ、犬線よ、パチャーン、そんなことしてません、してません、言っとる、してません、そう女の子になってました急に、なんか一緒に配信しようみたいな、そんな言ってないそんな言ってないよ、一緒に配信しよう、うん、補正かかっとるで、それ、いやいや素直もこんなんしてないしそんな犬みたいなことしてない、ね、そうなので今日はお家に来て、私の家に来て、今日は毎日だけど今日はお家に来て一緒に配信してます、はい、今日は夜ご飯を今食べました、配信前に食べた、共に食べた、冷やし中華、コンビニ、コンビニ冷やし中華食べました、そらはおにぎり、うん、なんかね夕方買ったけんね、ぬるくなっちゃってた、やっぱ冷やし中華は冷えてる状態がベストかもしれません、え関西弁映ってるらしいよ、嘘、え、でも確かにどういうとこ、え、分からへん、どういうとこやろな、でもね、自分でも思うよ、喋ってる時に、うん、ああ今の絶対長崎のイントネーションじゃないと思う、ええー、うん、でもさ、何々じゃけんとかさ急になるくない、何々けんとか、いや私方言の三様にしとるんよ、え違う違う、あの広島弁が映る、私、ああわかる、それはわかる、文節っていうの、つなぎ語、うん、なんかでもそれ何々けんとか言っちゃう、なんとかやけんやけん、私さそんな変わらんだよね、そっか、そう、私だからその時にうわっやばい兵庫裏行ってしまったって思う、わかる、あるよね、そう、そういうね、イントネーションとかわかるよ、でもこの前めっちゃ裏で、うん、めっちゃ大爆笑されたんですけど、ステージ裏で、うん、なんか、ファーストアルバムのリード曲が愛の重さじゃないですか、うん、で、なんかまいちゃんが、え、うん、愛の重さ重さみたいな、うん、めっちゃイントネーションを周りの葵さん、あかりんさんとかいろんな方に聞いてたんですよね、だからまいちゃんがめっちゃ焦った時に、うん、愛の重さやでって言ったら、うん、なんか葵さんに大爆笑されて愛の重さ大爆笑されて、で他の何後輩ちゃんとかもあったよ、めっちゃ笑われて、えみたいな、え愛の重さって言ったら、だからくるくるが違いますよそらはさん、重さですよって言われてえみたいな、え、うん、愛の重さやろって、愛の重さ、それでは聞いてください、愛の重さやでって言ったら、うん、違いますよみたいな、うん、でまひなさんもいよいよ愛の重さやって、あのちょっと関西よりやから、うん、徳島県って、うん、めっちゃもう周りの人に大爆笑されて、うん、あかりんさんに、いやそらはに聞くのは間違っとるよって間違っとる、イントネーション違うもん、まいちゃんを助けたかったから、なんかいつもなんか違う、なんか髪の毛めっちゃさ、私さボサボサと思ったら崩れてる、なんかいつも違うよね、そう、なんか私はまいちゃんを助けたかったんよ、うん、まいちゃんが焦っとったから、愛の重さやでって言ったら、それだけだから愛の重さって言うねんでって言ったら、違うってめっちゃ言われて違うよ、愛の重さだよ、愛の重さ、重さ、重さ、青さやん、違う、愛の
ボサ。違う？うん。違う。違う？違う。じゃないね。一応ね、うん、あの瀬戸内7県関西の兵庫県入っとるから、うん、愛の重さでやってもらうの困る。愛の重さ重さって言って2回言う。そう2回言って、うん、しようこれから。じゃあマイキューさんにね。言っとくわ、マイちゃんに。愛の重さやで。マイちゃん。愛の重さと重さやでっていう。マイちゃん。2パターンこれから言ってもらう。マイちゃん。聞いてますか。愛の重さ。もうただでさえさ、もうお仕事忙しいのに負担かけんとって、負担かけさせんとって、わからんくなっとってね、あーってなっとった。そのせいで。そうそう。ごめん。ちゃん助けたかったんだよって思って、あいちゃんってなった。やっぱイントネーションって難しいよな。そうなるとなんか関西弁が不利。関西が一番イントネーションに強いやん。なんか激しいやん。激しいとは難しい。制服の重さ。制服の重さ。ほら違うよ。重さ重さ。制服の重さ。重さ重さ、うん、重さ重さ。え、感情を込めて。重さ、うん、制服の重さ。制服の重さ、うん、制服の重さ。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 何してるよ本当に。違うよ。イカメラ。あ、待って、これはソラハに一票ですって。なんでや。え、どこの人ですか。広島の方だよ。え、嘘だ。え、制服の重さやで。嘘だ嘘だ。それでは聞いてください。制服の重さ。制服の重さ。うん、制服の重さ。重さ。おかゆ。おかゆは。おかゆ。それはおかゆやで。おかゆはおかゆなの。なんか制服の重さ。なんで。ソラがやったるわ。ソちゃんって。ソちゃん、うん、はい。パセリちゃんに一票。パセリに一票。あ、どんどん集まってきた。最悪。悲しい。くるくるねじるんよ。分かってる。うん、分かってるよね。うん、ありがとう。ちょっと汚くなっちゃった。なんでや。重さですよ、だって。制服の重さ。ほら。かっこいい。かっこついてる。重さです。聞いてください、私はマイカーでセンターをさせてもろてるんで。重さ。制服の。え、言ってないです。そっか、言わんもんな、曲つない。え、どう。お、あ、上手じゃん。え、いいやんいいやん。上手やん。かわいい。ありがとう。かわいい。ソタロウに1票。ソラハに1票。あ、みんな関西人やった。ソラハがあっとる。ソラハ式に言われたら笑っちゃうって。パセリに1票。ソラハさんに1票。え、こんばんは。なんで？なんでやね。じゃあ投票する。ダメ。なんで？あ、こっちでしたら。違う。数字に出したらそれが正解になってしまう。じゃあ、ほんま。え、でもほんまに聞いて、制服の重さ。取れたよもう。え、どうなんだかんや。え、制服の重さじゃないよ。重さ？何伸ばした？重さ。え、絶対に制服の重さ。重さじゃない。重さ。何重さって？え、重さやそんな。重さ。え、絶対にそうだよ。体重の重さ。誰？みちさんとか。え、みちさんか、センター。ふうさんか。ふうさんに聞いたら勝てるけど。誰や、うん、センター誰や。制服の重さのセンターのは。ふうさんやん。ふうさんやん。ふうさんか、みちさん。だってさ、ツアーのさやつとか、ふうさんじゃない。ふうさんに聞こう。真ん中や。あ、ふうさんがそうやって撮ったかもしれん。あ、だから関西、うん、関西弁ってこと。うん、じゃ、ふうさんのせいにするの。違う、で、ふうさんが言センターさんが言ってる。うん、あのイントネーションが正しい。正しい、うん、正しい正しい、うん、正しい。制服の重さ。でも重さなんか歌詞には出てこへんな。制服の重さ。確かに。あーとか言ってこへん、うん、楽しい。なーにつける。ツンプンだよ。分かった。僕できてるし。なんか褒められた。いつのレッスンかは言わないけど。え、何？褒められてたよね。え、何を？え、振りシノノが合ってるって褒められた。え、今日やん。え、今日じゃない。うん、今日じゃないよ。え、いつ？ちょっと教えて。いつか教えて。いつか教えて。え、ちょっとここに書いて、ここ
何そのそれ何ってこれ何え、もう一回してやって。え、何も言ってないよ、うん、曲名言ってないよ。言ってないけど、うん、え、今日褒められたってことでしょ、うん、え、今日の今日、な、あれ、え、今日あれよ。え、なんでなんでなんどこかなネタバレじゃないよ、全然。だって私今日普通にあの7周年ツアーの山口のレッスンをしたんですよ、今日、うん、で、それで披露する曲を褒められた、うん、褒められた。どうよ、うん、ネタバレじゃないよ、うん、褒められたね、うん、振りの歌詞言ってるわけじゃないから、うん、大丈夫よ、うん、言ってないでしょ、言ってないよね、言ってないよ、言ってない、やめてよ、そりゃ悪いことないじゃん、やんなっとるやん、言ってない。あ、何の曲か山口が終わるまでそうでしょ言えません。あ、びっくりした。何の曲、何の曲、山口の曲、山口ってやる、山口何だっけ、山口だっけ、なんかやっとったよね、え、なんかやっとった気がする、山口、何それ、なんかの時の公演かなんかやっとった、山口、何それ、マヤさんと誰かが2人やっとったんよ、山漢字で自分と合わせて山口、ひなさんの卒コン、あ、かな、めっちゃ山口山口ってやっとった漢字で山口、鼻歌でだって分かった、いくよ、バンダコバンダコバンダベーベー、私の大好きなジブリ、私が車酔いして愛媛の帰り車酔いして寝てる時にイヤホンで聞かせてきた爆音の、え、聞いてください、私がイヤホンで音楽を聞こうとしたら、え、まずここに寝てたんですよね、膝で寝てたんですよ、で寝てて私がイヤホンでよし音楽を聞こうもう寝たいからと思ってやろうとしたら、なんかちゃんちゃんで元気してきて耳の穴してきたからそうやってあのやって、もう自分が聴きたかった曲を聴いただけだよなのに私パンダコバンドの曲ほんまに好きやからめっちゃ聴きたかったんよね、うんうん、でかけたらなんか笑われて、えみたいな、パンダコバンド超大好きなんだけど、30分ぐらいノイミーさん聴いてたのに急にパンダコバンド流れ出してびっくりしたの違うし、パンダコバンド大好きなの、なんか初めて聴くイントロだったと思うパンダコバンドのイントロ初めて聴いて、えねてかフル初めて聴いたよね、うんうん、めっちゃ可愛かった、大好きなんですよパンダコパンダ、ほんとに大好き、パンダジブリ店、パンダコパンダポンポン、大好き、パンちゃんみたいな、なんか声があるんよ、うん、なんか何とも言えない声が、え、私この前初めて知って、あのパンダの名前パンちゃんってこと、え、うそやん、めっちゃ呼ばれてパンちゃんって女の子が呼んどるよ、ちっちゃい頃に見た記憶しかない、竹がめっちゃ生えとるイメージ、私竹の学校にも来ちゃうんよ、うん、あの女の子の学校に来ちゃうんよ、のちっちゃい方のパンちゃん、えー、来ちゃうの、かわいいやん、でだからパンちゃん、え、めっちゃかわいいやん、パ鈴木愛香じゃない鈴木愛香じゃないパンちゃんが来て、でも先生とか、まあ、他の同級生とかにも見つからないように頑張ってするんよ、めいちゃん みたいな、なんかくるくない学校、え、トトロ、さつきの学校コン、え、来たっけ、え、くるくないですか、来たっけ、授業受けてる時パンダコパンダ、え、めっちゃ見てました、私その学校に来ちゃうの、うん、でバレないように頑張って、うん、なんか物音とかなるの、人形とか、うん、なんか動かないように人形になったり、うん、くるんってあのこうお仕事、うん、お仕事じゃない、あのお尻出してお尻出しちゃう、いや、一等賞やん、一等賞、こうやってやるの、車の、うん、真っ黒、パンダって真っ黒やん、うん、やけん、こう、貸し車ったりするの、うん、それが超可愛いの、パンダやん、今日、そうだよ、今日パンダコパンダコーデ、そうだそうだよ、そうだよ、実はこれはパンダさん、パンダさんだったの、うん、なんだよ、可愛いね、うん、こんばんは、今日お互い黒やけん、そう、私黒じゃないよ、あ、や、黒じゃないよ、全然、あー、これお母さんに配信見られとるやろうな、うん、言われちゃ
あんた、え、言ったっけ。何、え、この前もお母さんに言われて、え、ええやろ、尾崎さんと付き合ってるやろってまた言われて、もうしょっちゅう言われたの、誰にも言わんから教えてねしかも二人でさ、神戸にさ、電車で売る、あの旅行っとる時に言われて、あの普通に歩いてる時にな、言われて、そのなんかパセと LINE をしとったよね、で笑っとったらしい、で、それで、そうで、誰みたいな、誰がいるのって言われて、誰がいるの、誰がやってんのって言ったっけ、え、パセだよ、すら、え、みたいな、そんな毎日おって話すことあるみたいな、会ってない、会ってないから今兵庫と広島で近況報告するやろって言うとったら、なんて付き合ってるやろ、うん、教えてみ、誰も言わんからって、まあ、あの付き合ってないしもし お母さんに言ったらもう全世界の人にバレるぐらいお母さん顔に出て自分一人では背負えない、なんて言うんだろう、秘密とかも背負えない人だからお母さんに言ったらもう全部バレるから言えない、もし付き合ったとしても、付き合ってないけど、だけどおもろくてお母さんに言ってみって言うけど、その時は落ち着いてないけど、多分言っ、例えば、え、実は付き合ってるって言ったら、でもそっからどうしようかと、お母さん落ち目やからほんまにめっちゃおもろいけど、マジで会ってほしい、うん、まだ付き合ってないの、そう、まだかも、うん、いつだろうな、あ、私の誕生日にそろそろ告白かも、うん、はあ、去年誕生日にあげたプレゼントをまだ開封してくれません。でも聞いてほしい、これが終わったらもう開封するの。あとどんぐらい、この前開けたばっかし。でもね、これ、このパウダーが私よく使ってたんですけど、うん、6個ストックで買ったんよ、うん、でお母さんに初め1個あげて、うん、自分に5個買ってたんだけど、うん、お母さんこの前お願い欲しいって言われて2個持って帰ったんよ、全部ストックを、うん、だからもうないから、パシからもらって、使わないといけない、使いなさい、使いなさい。お、当たりが出たの。お、すごいじゃん。私一発目に出てからもう一生ハズレなんだよね、サバとかマグロとかが出てきちゃって、うん、あれ、なんか出る時によって違うの知ってた、うん、マグロとか出るんだよ、ハズレの時、うん、え、知ってたの、うん、私全部サバだと思ってさ、サバありがとう、サバありがとうって言ったら違うよってめっちゃ突っ込まれてえへへへって知ってたよ、見てたか、サバあんま見たこと、マグロばっかりで、え、嘘、私サバ初めてだったよ、見た時ね、うん、見た時、うん、そうなの。でも松葉に行ったんだ、いいな、空も行きたかった。サラハは YouTube、うん、そう、 YouTube ショートの撮影してました。あのね頑張ったよ一人で、あの TikTok TikTok が1本上がってなんか本当は YouTube 用だったんですけど、うん、ちょっとあの、まあ、TikTok 用になって1本 TikTok と YouTube ショート3本かな、うん、サザエさんやな、来週のサザエさんは、うん、え、3本じゃなくない、サザエさんって2本じゃない、3本立てじゃない、2本、え、そうやったっけ、分からん、そう、公開楽しみにしててください。タイタイタイ、そしてね言ってないことあるやん、みんなに。何ですか、え、忘れたの、何言ってないことあるよ、え、言っていい、何言っていい、何の話何の話言ってないことあるやん、みんなに。ああ、分かった、分かりました。じゃあ言ってね、はい、私、シナのソラハと尾崎聖香さんは、はい、いいよ、言って、ユニバーサルスタジオジャパンに行きましたみんなでと思ってそしてそして、うん、私シナのソラハ、うん、年パスが切れました。悲しいね。最後に行ってきました。私はまだ10月まであります。でも次買う、次行く時に買います、更新します。もう年パス分の元は取りました。もう3回行ったよね。うん、3回行った。もうちょうどだった。2人でなんか4回5回、5回ぐらいか。そうそうそう、行ってるけどね、久々でした。今年初、うん、ん？今年初。今年初初。前回クリスマスやったもんな。今年初で、
初めてイースターに行けました。イエーイ、はい、そう、あ、プリクラこれ、ね、一枚今ねコナンやってるんですよ。で私なんで今日の STU チャンネルで大阪ラバーが分かったかっていうと見たの分かった、目合ったの分かった、大阪ラバーの問題の時。え、分かったよ。分かったでしょ。あ、私の問題やと思って。え、しかも私めっちゃ見よったけん覚えとったんよ、うん、で小文字やった、いや小文字じゃない、なんかめっちゃ枠ギリギリに文字が書いとった記憶があると思って、ね、なんか星マークとかつくかなとか思って考えた。いや、それはない、それはそれはない、それはない。プリクラも撮りました。ソラハがクッキーモンスター。私もクッキーモンスターのさ水色が良かったのに見つからん。パーク外でね買っちゃったから、先にいつもパーク外で買っちゃうからね。ね、なくて。スヌーピーのオラフです。オラフ。私は、イコールラブさんの、佐々木舞香さんが先日そのユニハルっていうので、うん、あのいろんなアーティストさんがねユニバのステージでライブをするイベントがあるんですけど、そちらにイコラブさんが出てて、その時に、佐々木、私の推しメン佐々木舞香さんが、クッキーモンスターのカチューシャをつけていたので、クッキーモンスターのカチューシャを選びました。もう佐々木舞香さんの自撮りをもう見て探しまくって、ね、これだ、ね、パーク内ではコナンのところいっぱい回って、そう言った、青山さんの見てきた、そうサインを探しまくって1個見つからなかったんですよ。で見つからない、もう諦めて帰ろうって言って、もうパークが閉まる直前に急に「見た」とか言って走り出してみたいな言ったら、そう入り口の近くに、ね、そうあったの、キットの直筆ゆかちで。本当に青山さんが、うん、そのね、コナンのコラボしてるからユニバと、うん、行ってサインか毎回ねサイン書かれて帰るんですよ。私もう生で今回見たすぎたから、書いて帰られる、そう書いて帰られるんですけど、もう絶対に生で見たいと思って、うん、そのネットで調べて、うん、でもなくて、うん、もうどこやとか言ってめっちゃ何周もしたもんね。そうした、もうめっちゃ歩いた、とか言ってたんですけど、そう無事に会ってちゃんと写真撮って平時のも怪盗キットのも見れて、しかもフードも食べたんだよね。そう、コナン君のフード食べました。あとね、あと 4DX シアター、そう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 、前まではターミネーターがされてたとこですね。でその子とランに会いました。そうそう、いやーよかったですね。怪盗キットもね、怪盗キット一瞬、うん、すごかった。めっちゃなんかね、かっこよかった演技、水、うん、マジで 4D ってすごいです。最高でしたね。エステのライブも 4D、 4D か、でも 4D とかじゃないよ、もうなんか 4D 水とか、水はまだ飛んでこんな、うん、ボールは飛んでくるよね。ボール飛んでくるかな、うん、紙飛行機も飛んでくるんじゃない、うん、紙飛行機下手くそやけど紙飛行機も飛んでくる。でもしさ、ソラパセ公演するってなったらさ、1日、あ、公演は定期的なやつだけ、うん、ソラパセイベントができるってなったら、はい、何しますか。投げるもの、投げるもの、演出、演出、うん、客席から登場する。あ、絶対にそれはしたい。この前高崎彩子の時ね、それしたいって言ったんよ、うん、だ無理だった、警備が間に合う、なんか足りない、4人もいるから、うん、警備の人が足りないから無理だった。そうなの、無理だったよ。ドラさん3人で行けたわ。逆にね、うん、そのめっちゃね狭かったんよ、うん、もうファンの人とすれちゃおうみたいなやったけど、うん、全然余裕で客席から登場した。なんでよ。いや、いいね、わかる、客席からさ。でもね、うん、みんなこっちだよとかって言ってもみんなさ向こう向いてたけどみんな後ろ後ろって言っておーみたいになったってさ、申し訳なかった。でドゥーンって言った時、うん、声は聞こえるのにステージ上に誰もいない、うん、で光も空葉たちに当たっとるんよ、後ろに当たっとるけど、うん、みんなやっぱ後ろって見んや、うん、でみんな の後頭部をずっと見よった初め難しい、難しい、うん、いやでも分かる、ツアーで気持ちが分かる、うん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 、うん、まあネタバレだから何とは言わないけど、うん、そう思う。みんな背後を気にしてなさすぎる。いや、そうなんよ、ね、うん、そうだよね、こっちだよってスピーカーね、そうなんよ、ね、あ、確かにそうだ、前だもんねスピーカーが。どこやねん、そうなるよね。笑点のオープニングおもろやりたい、もう実はね入場の時点でおるみたいな、うん、なおもろいいじゃん、楽しそう、いいな、
どうしよう、うちらのイベント許してくれるかな、スタッフさん、うん、公認さ、一生さ公認されないから、こんなにも仲良くてさ、スタッフさんも分かってるわけやんか。スタッフさんはきっとここが仲いいって分かってる上で、うん、最近ホテルが同部屋にならない。そうだから言ったよ、私昨日また言ったの。そう、2人の時に、うん、そのマネージャーとね、うん、ね、最近っていうかあのなんか一緒にならないんですけど、うん、なんでなんですかって言ったら、うん、その少人数だったらいけるらしい、全員ってなったらむずいらしい、組み合わせが。そうなんだ。で最近ずっとマイキューさんだよね。そう、マイちゃん、マイちゃんかわいいね、エピソード聞くの楽しい。そう、マイちゃんかわいい、寝起きのマイキューさんエピソード、うん、マイちゃんかわいすぎてもう食べちゃう、ね、本当に寝てる時も起きてる時もかわいい。そうだからね、言った、でもそう言ったっけ、同室にしてくださいって言ったって言ってなくない、みんなに。うん、なんか出てる、ねえ見せるんじゃなくて撮って、もうパスの良くない、はいはいはい、聞いてください。いいかいな、ね、見た方がいいじゃん、ずっと前を前に残って。ずっと、うん、難しい、言ってよ、知らないよ、気づいたの。聞いてください、パスの悪いところね。もう私嫌いなところ、これ嫌いなところでもあるんですけど、あの言って早く、うん、例えば私のなんかほっぺたとかに髪の毛がついてたりとかするじゃないですか、うん、はい、なんか例えば歯になんかノリがついてたとか、今ね、やめて、みんな後でスクショしたやつアップして見るでしょ。あるじゃないですか、それもなんかそうじゃんそうじゃんそうじゃんとか言って悪い顔して、あの撮ってくれたらいいやん、うん、こうやってやるやん、撮ってくれたらいいのに、まず写真に収めるんですよ、うん、とか鏡出してくれみたいな見せてくるんですよ、うん、いやもう撮ってくれたらいいやん、すごいやん、でもいやでもその後やん、毎回写真で見せてくるんですよ、うん、よくないです、それで私に恥をかかせようとしてしてないよ、恥をかかせようとして、もう悲しい、落ち着いて、いや落ち着いてる、うん、落ち着いてるね、はい、って言いながらカシってフジチェーンって言って見せてくるんですよ、もうすぐ、うん、すぐ撮ってよ、証拠の写真を収めないでよ、うん、気をつけるね、気をつけて、昨日ぐらいもあったよ、今日あれ今日なんかついてた、なんかある、日々なんかついてる、それはパズがここにコーンがついてるときは口元の近くやから言えへんから、うんうん、あ、なんかついてるよって、あの証拠には収めない、うん、パジャン、そう証拠に収めてなんで拗ねてんの、いい、またくけらの、うん、I don't know、 何それ、え、マジで何これ絶対なんかわからん、これあれだわ、冷やし中華の、え、最悪、私の家にもはっよくジャイアントコーンじゃないチョコボナカジャンボのモナカがたくさん落ちてることが多いです。うん、だからなるべくコロコロしています、偉いです、ありがとう、ちょっと今だからなるべく家に帰ってくる前に食べます。そうですよ、はい、気をつけてください、かがない、バレた、階段のバレた、透明だから、うん、あ、これはね、階段、そうの頭が階段のかと思った、え、こうじゃないよ、え、その階段って言われてきて、え、階段ないよ、ユニバー行ってきましたってお話でした、私たちからの報告、はい、だからオフショットまた載せていきましょ、よろしくお願いしましょ、めっちゃ寒くて、あのここ最近で一番寒かった日に行ったんですよ、したらもうジェットコースターが寒すぎて夜やばかったね、うん、怖いとかじゃなくてもう風と、もうみんなブルブルもう凍えて震えてて、こうやってね、うん、やばかった、みんなさ怖い、終わった後さ、うん、寒い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 、もうブルブル震えてた、震えてた、びっくりした、驚きました、楽しかったね、チワワ、チワワ元気でないし夫婦喧嘩でもないよね、くしゃみして、最近喧嘩してないよね、してるやん、え、してないよ、したじゃん、それもなんか、え、した、なんか拗ねてた、え、拗ってこうしてた、え、してないしてない、それ拗ねてないよ、あ、拗ねてないな、うん、え、え、分からん、別のことを言うとるんや頻繁、いや、喧嘩してないです、喧嘩、喧嘩はしてない、喧嘩するからさ、同部屋にしてもらえない、なんで表に出してないよ、うちが一瞬でさ、仲直りするから、確かに一瞬ではないけど、喧嘩してないよ、
んばんは。という気持ち今。ん？眠たいの？眠たくないよ。眠たくないの？眠たい時の喋り方だけど。眠たくないよ。眠たくないの？いやみんな申し訳ないなって今冷静になって考えてみた。何を？いやこうやってなんかまた。とかって言っとるのか申し訳ないなって反省しとった。反省しとった今。そうよ反省しとった。反省しとった。反省会頭の中で開催しとったから、うん、ちょっと無言になってしまった。あとこんななんか、うん、あのかイチャイチャではないよ。それはからしたらイチャイチャ、それ私からしたらイチャイチャじゃないじゃんこれ、うん、みんなからしたらイチャイチャじゃん。そういうのを、うん、あまた見せてしまって世にさらしてしまったって思って、ね、今反省してた。いや本当にいつも反省するようになってしまったって、うん、いや何の配信なんでいっぱい喋っちゃったよ。申し訳ないなってっていうのはしてました。はい、ソラパス需要なんてねもうないんですよ。そうソラパスの需要ないよって本当にないよ知ってる、うん、需要とか考えてないっていうのも話したんだよねこの前のショールームでこれ話したらそうソラピに言われた、うん、えで切り抜き回ってきたんですけど需要関係ないみたいな切り抜き見ました、うん、言われて恥ずかしかった、うん、ソラパスそうなんです。いつも毎回だから反省するんですけど今はちょっと旬で反省しちゃった、うん、いつもは配信終わってからあなんでだろうってなったけど、うん、今は今日は今反省しちゃった、うん、配信終わったんじゃないかね急に。じゃあそれも反省して配信中に反省したこと。分かった反省後からね。分かったしちゃったもうバッタズにバンシズネってなあーわたまったバカにしてるしてないよね。今日何モードなの？何モードとかもないよ。何何かわいいですね。かわいっす。あ最近の私たちはお好み焼きを食べたいっていう話をしているね。食べたい鉄板焼き、鉄板でお好み焼きに、うん、あちあちのなんか食べたい、うん、あちあちのでも夏はね暑いからね今のうちに行きたいね。うん、でもうさジャケ写も公開されたし撮影とか亀子で可愛く撮ってもらうためにちょっとね、ね、んどういう気持ちなの？うんアヒルなの？うん違うの？うんどうしたん？ん？何が？元気？元気だよ。僕元気。僕元気？うん、そうだね。元気元気。うーたん元気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 。もうなんか一緒におったらいつもの二人で特にテンションおかしいなんか自分になりそうで。うん。サラは笑かしてこっちで配信では映せないと思いきや笑かして私のことよかった
体張った方がいいだって。じゃあ今日もらった天岐阜全部ください。私よりもらってたでしょ。4000円、僕3000円、1000円もらおうかな。なんで何使うの、日常的なお買い物だよね。うん、そうだよね。あー面白かった。疲れた。いつでも任せて。なんかおもろかった。なんか本当に違うんですよ。割り箸だけじゃないの。でも違うんですよ本当に。多分みんな見たら、いやみんなね引くと思う。でも私なんかさ、こんなことするってさ、メンバーは知らないよ。なんかさ人を笑かせるの好きなんですけど、なんか出せないから一人にしか見せたことない。一人にしか見せない自分がいる。なんかふざける、もうなんか笑かす。もうね本当にやばい、ちょっとお腹痛い。でも本当にね、あのね、なんだっけ、R1 グランプリ出た方がいい。それは無理や、それは無理すぎ。それはもう所詮が痛いや。え、ほんまにおもろいけ、見たら見せない。でもね、本当にみんなびっくりするよ。本当に腰のかさも、そういうキャラクターって思われてないもん、うん、え、だから、うん、え、あのね、マジでね、STU1 っていうかマジで48グループ1を教えるって。それは思いすぎだって。マジで俺ほんとに面白い。いや、ソラは真似できない。ソラはでもそんなことできないもん。え、それをできる。相当。私結構張ってきとる自信あるけど、うん、よりも上のことしとる。ほんと。え、ケッチ面白いもん。ほんとにね、ほんとに見てほしいもん。でも、ほんまに。いや、杉補正とかじゃないの。杉補正とかじゃないの。ほんまに変な人だよ。一言言って変な人だよね。めっちゃ変な人になるの急に。うん、歩いてる時とかに。え、本当にやばい。急にね。本当に。え、ちょっともう一回だけ私。ちょっと足をすぎたけ。ちょっと違うやつやって。あの体任せ。ちょできないぐらいすごいんですよ。うん、出していこう。そういろんなパターンがあって徐々に。うん、私な、本当に。本当に。引き出してくれる。そういう才能がある。いやいや、違う違う違う。もともとそういう、うん、素敵な個性を持ってるのに。そうだよ、私。そうだよ、自分で言うなよ。自分で言うなよ。ちっちゃい頃からさ、そんな性格なのにさ、なんかソラハといるせいでパちゃんが変わってしまって申し訳ないとか言うんです。それこそ多分みんな視点と同じよ。ああ、
だと思ってたけど、うん、それと入れようになって変わったから、うん、だからびっくりしちゃった、うん、多分みんな別出す必要ない、そんな、いや出した方がいいよ。なんで、じゃあ一回さ、マイカーの MC でさ、うん、やるのこれ、あの前座みたいなんでやろうや、前座やな、前座か、前座か、え、ソラハがいたらできるの、うん、だからあそよくさ一緒に横にいて、なんかしてファンの人いると思ったらちょっとできないじゃんか、うん、だから隠し撮りしといた、え、隠し撮りじゃなくて、あのさ向こうから見えるけどこっちからは見えないみたいな窓あるやん、仕組みのだけど、そういうやつをこうシートをかなんか、うん、楽屋ドッキリとかのやつ、そう、うん、そういうのしてやろうや、うん、ステージ上立って、うん、そうしよう、なんか面白い、本当に大好き、告白するのよ、うん、え、言ってるやん、うん、あちゃんの変なところ好きって、あちゃんの変なところ変なとこが好きです、ありがとう、うん、みんなコメントしないよ、もうソラハのルームの人ソラハのルームみんな寝たんじゃ、うん、みんな寝たよ、もう見てくれとるよ、うんね、うん、見てくれてありがとうございます、うるさくて音量ゼロにしちゃったよもう多分ね、うちらね音量ゼロにしててもうるさいと思うよ、画面で、でもさあれじゃないの、うん、もうそちゃんの声イルカの超音波並みに高いけんさ、もう配信上では乗ってないんじゃない引き笑いがね、うん、そうなのよ、引き笑い久しぶりに出た、ね、じゃない STU チャンネルでめっちゃ出しちゃった、もうおもろすぎて、もろすぎて引き笑い出したら、うん、帰ってきたら元出た、うん、優勝すぎた、はあ、笑い声がね起きてる、本当に何にしようかな、私はもしココアさんみたいなあれ選べるやつ来たら、なんか誕生日とかああいうの来たら、誕生日来るわけないろメンバー40人おらんがどんどん増えていったらやばいじゃん、もうアルバム発売記念とかでないよ来たら、うーん、服、そらは机とか1万円だもん、これこれ、うん、財布とかいいね、うん、だって財布1000円とかいけます、え、そうなん、うん、多分、じゃあ今年の誕生日プレゼント何かにしよう、なんだ、そうだとお揃い、もう絶対ないわ、アウトレットで買ったやつだけ、あーお腹痛い、笑うの幸せになるって、そうだよ、だけどめっちゃ笑かしたし、お願いもう一回幸せになりたいけど、もう一回してもういいよ、ね、お願いお願い、ソラハにだけちょっとさ見せても、ここでやってよここにやんの、え、ダメダメだよ、え、じゃあちょっと向こう言ってやってよ、間違えて、本当に笑ってて、いや、ダメダメ、あ、パジャのね、物使っちゃダメ、おもろない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 、難しいじゃん、あ、まあ、なんか出てきてもいいよ、そこの、あの、玄関から出てきてもいいよ、まだ笑ってない、ダメ、まだもう、なんか物使っちゃダメだけどね、分かった、あ、笑いしんくん、え、怖い見えない、行くよ。もうちょっと見えた。ブリッジさるこうと思ったけどブリッジができなかった。頑張って。見とるよ。見守ってるからよろしく。ちょっと無理かも。え、なんで？ネタ切れかも。あ、ね、関係ね。うん。なんで？もう何もしなくてもおもろいかもしれない、怖い、変な歩き方になっとる、優しいね、笑ってくれた、何さっきは何なんかあれに似てるよ、ジブリに出てくるそういう黒い鳥、鳥、あの千と千尋かな、あ、湯婆婆の鳥みたいなね、湯婆婆が鳥になる瞬間ね、はぁ、ほらもうボソボソだったでしょ、これ使いな、ありがとう、パチンパチン、何時今やばい、何時今、幸せ空間とか言ってくださって優しすぎませんか、ごめんなさい、もううるさくしちゃってごめんなさい、なんか面白かった、え、今日のさ
あのなんか意味わからんすぎる激ヤバエピソード話したい。え、ここは何？サーハ？違う。あ、じゃあいい。なんかさっきお仕事帰りに3期生と遭遇したんですけど、なんか絶対遠くからあれ絶対いちごちゃんやなと思ったんですよ。で絶対いちごちゃんだとか言って聞こえるように言ってたら、なんかゆいにゃん？そうそう。ゆいにゃんといちごちゃんが一緒いて、うん、なんか急になんか脱ぎ始めて、うん、なんかこうやって。ね、上着こうやってそうそうそうみたいなの見せてきて、うん、猫ミームのそう猫ミームのやつだったんですよね。お揃いの T シャツを急に道端でなんかこうやってなんか、ね、ゆいにゃんが「ねえねえ見せようよ見せようよ」って言って「うん、えっ？」みたいな感じでいちごちゃんが言ってゆいにゃんが見せたんよ。でその後にいちごちゃんが見せてくれて、うん、なんか猫え、ハッピー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 で猫バーンってあって、うん、私猫ミームそんな別に、うん、あのめっちゃ好きっていうわけではないんですよ。な、うん、なんなんだろうこれはって、うん、初めゆうかちゃんがなんか謎に沿って全然理解できなかったから、うん、なんか普通なんよね、うん、だけどえそれ私が嫌いなやつだったら逃げようとか言って走って走って逃げてて、そうどうしようこれほんまに捕らえられとったらどうしようとか、うん、そうそう急になんか見せつけられて、うん、2人のラブラブさを見つけつけられて、そうシンプルに。でも2人もねいつも一緒おるんだって。いやおもうんだって配信は一緒にするよ。あそうなの、うん、監視してんの。え監視してるっていうかみんなの通帳取ってるからさたまに見たりとかするんやけどさ、うん、そう一緒にしてる似た者同士や、うん、クルアーズとなんて言うんだろう、あ奥沢、うん、奥沢さんとクルアーズ可愛いね。ねクルアーズおもろい、うんクラーズに対抗してるけんそれは。そうなの。うん。一人やいつも。うん。あ、何イチャイチャしてんのって この声で言う。いつも言ってるよね。何膝の上に座ってんの。だるがらみする超。くるくる。違いますか。アズミンがやったんです。違いますみたいな。うん。イチャイチャする。一生イチャついてる。そうだよ。うちはそんなことしません。たまにボセが何も言えず、あ、言っていい？何の話？言っていい？どうぞ。ボセが何も言わず、こうやってふつってくるんですよ。うん、で何？って言ったら、みたいな。ぎゅうしてって。みたいな。私の目の前に通るんですよ。え何？って。で公演とかそれこそコンサートの前とか、うん、その緊張してるから。緊張してる。ね、前声で止まるんですよ、うん、いやみたいな。だから何って言ったら消してって言ってくるんです。だからえ自分からしてなんか私がなんかね私がなんかね、うん、私からはする時もあるのに緊張とかしたらね、うん、でも私は人前でもするんですよ緊張とかしたら、うん、牛してもう本当にもう体がもう無理だっていう時になったら牛してって言ってレッスン中とかレッスンの本当に曲と曲の合間移動とかなんかなんかもうやばいもう体が持たんってなった時に力をもらうためにじゃあ牛してって言ってしてもらうのに私は言ってるのにパーコは言ってくれない。牛して、うん、言ってください。決まりたか、はい、はい、もうお世話てくやな人前では、人前ではね煽るな違うよってことはってことですよ。皆さんにそうやって自慢してるんじゃない。人前では言わないってことは人前じゃなければどうなんだっていうのを妄想してるの。ですね。そうですよ。今日は我々何を見せられて、ああごめんなさい。また反省会になる。あと10分後。ね、私いつもコラボ配信するたびに反省会する。うん。まあごめんなさいと。ね。今日お仕事が一緒だったので。そう。そうなの。そう。そう。
何これ。じゃ僕のベルトまだね解禁してないワンピースのベルトなんだよ。そうなの。そうなんかついてきた。どっからか。うんなんかついてきちゃった。あそうなんだ。じゃあ隠しとく。ごめん。こんばん。いっぱいピン入ってさっき。そうなの。ね。取っとくよ。いいよ。今。ふい。ふい。ノーノーノー。うい。アーニャに憧れとるか。そうだね。そうだ。なんか私が喋りかけたり電話かけた後の返事がで、ウィーとか。ウィー。ウィー。とかなの。最近ね。で最近の一人称僕。僕ねー。うん、僕ね僕って言ってみんなの前とか言ってそれこそ舞ちゃんと同病の時にさ、うん、言ったねでそう僕って言ったら舞ちゃん舞ちゃんにそら男になるのいいと思うよって言われた面白い僕っていう一人以上が僕になってしまった私しかも漢字じゃないですよひらがなの丸字の僕だからやったんや自体で僕みたいなこもっとるよスラハの僕って、うん、めっちゃおもろかったえマジでね想像できるでしょもうめっちゃこんな、うん、こういう目で、うん、ひどもよ言われましたはいキューさんのお名前そう歯むき出しに最近ねなんか僕って言っちゃうのごめんねって言ったら男になっても男の子になってもいいと思うじゃんって言われたからでも男の子になったらアイドルできなくなっちゃうよじゃ内緒にしとくからかわいすぎたマジで内緒にしてくれるよ内緒にしてくれるらしい優しいだから今らしいですよみんなみんな内緒にしてくれるってで男性でも内緒にしてくれるよってまゆちゃんだったらああそういうことみんなじゃあ4期生でぜひ 3.5 期か4期でもし受かって、うん、やばいやばいどうしようってなってても、うん、まいちゃんに言ったら許してくれるってか内緒にしてくれるからまいちゃんには相談できますよっていうバラすかもよスタロは同期やから、うん、あいいけど内緒にするよって言ってくれたんだけど後輩ちゃんとかになると違う、うんうん、あの人やばいですそう許してくれるらしい内緒にしてくれるからねあ面白い受け入れましたありがとう大丈夫だよあ、なんなんや55分だって言うえ、やばい今からお風呂が待っていると思うと思う大変だわぁ何その顔え、これはお風呂のお湯に浸かったっていう お湯の中に入ったやつね、うん、シャワーの人じゃないえ、違うお風呂ってシャワーお風呂お風呂頑張反省会頑張ってねって言われたあとで反省会しようねやるとやるって自分の中の僕自分の中の僕そうだよそうだよ、うん、反省会ねしましょう反省文を原稿用紙みんなが愛を書けるよ私みんながですがって書くとこ私ちなみにですがって書けるね本当にさえダメなんこれってすぐちなむえダメなんこれって日本語じゃない私あんまりちなみにですがっていう人と出会ったことがなかった人生えちなみにですがって書くの私なメールにもさブログにもさ、うん、インスタグラムにもさ、うん、すぐちなむもんえちなでさっきなんか LINE してて、うんある人と、うん、それも全部なんかちなみにですがえそうちなみにですがって言わんえ言わんのこれ日本語じゃないえやばいよ私ちなみにですがって言っちゃダメなの、うん、え何えみんな使わんのえ、うん、あんま使わんえこれ何なんか使っちゃいけない日本語的ないや分からんちなみにですがちなみにですがはあるけどちなみにとかはあるけどちなみにですがは言わんかえマジごめんなんでそんなこと言うのんごめんねちなみにですがってちなみにですが使えんね、
うでしょ。使うよね。泣いちゃうの？泣かないよ。僕泣かないよね。僕元気だもん。僕元気だよね。僕元気だもん。ちなみにも使う。使う？使うよ。使うの？ちなみにペロリよ。ペロリも使う。ペロリね。ちなみにですが、ペロリでした。美味しすぎてペロリでした。もう寝る時間だって。使ってはいけない言葉じゃないらしいです。みんなも使っていきましょう。この配信を見てる方はちなみにっていう時は、あの会社さんとかで使う時はちなみにですがって言いましょう、うん、はい。それでは壇上の時間です。はい、壇上行きます。もうやっぱ2分しかない、すいません。13位陣内さん、12位スプマンテさん、11位カードリさん、10位さゆっちゃさん、9位しんいちさん、8位わうわうさん、7位ふくちゃん、6位日吉 BKK さん、5位たかけいさん、4位しゅんさん、3位 Z さん、2位ゆうたくん、1位 G2 さん、ありがとうございます。壇上入れます。13位つゆきちさん、12位すーさん、11位アスパラさん、10位ゆいさん、9位みーさん、8位かいとさん、7位おでやさん、6位ビビビさん、5位あんなちゃん、4位たかさん、3位ひろし BKK さん、2位たかけいさん、そして1位はいきゃっさん、ありがとう、ありがとうございました。見に来てくださって、見てお代理様。ではバイチェアポまたね、バイバイ、おやすみ中いて、あ、ごめんなさい、お代理様いたい、またね。もう何見せられてるかわからなかったと思うんですけど、見てくださってありがとう。人生の時間を割いてくれてありがとう。記憶から消していいことだよ。ちなみにですが、消さないで、絶対に、ね、見た。あ、ごめんね、ごめん、おやすみなさい。なんかボサボサになっちゃった。あ、変わった。嘘、レッスンできたけん0:00分になるくらいだよ。